皆さんこんにちは、大園秀樹です。今日の動画は前身頃と後ろ身頃をしつけるところから始めていきます。それではいきます。まず、センターの中心、前身頃と後ろ身頃の中心部分をずれないように地縫いをかけていきます。まあ、ここの部分でずれると結構きついんで、これ実はこの今、お見せしているところも一度やり直しています。というのも、まあ、要は裏返しと裏返しで縫っていきますので、やっぱりそのたとえ地縫いといえどもちょっとずつやっぱりずれたりすることがあるので、まあ、これはまあ2テイク目で成功というような形になっています。で、次に、インターロックで、前身頃と後ろ身頃を一気に、縫い上げていくんですけども、でこの部分が、まあ、この今からですね、この中心部分、この、部分がずれないようにさっき地縫いをかけたんですけども、でこれを、まあ、最後まで縫っていきます。でそうなると右の、まあ、裾というか、右側と左側を縫うんですけども、それの前にまず、まあ、折りアイロンを一応念のためかけていきます。でこれ右の裾、左の裾が、まあまあ、約大体まあ1メーター近く、まあ、80、90センチぐらいはあるんで、その90センチぐらいと90センチぐらいで両方で行ってこいで、1メーター80からまあ2メーター近く の長さの部分を一気に縫うことになりますんで、ここでのまあ注意点としては、まあ、この辺できっちりとまあ折りアイロンをかけることで、作業中にというかステッチがずれないように、他のところに意識がいかないように、縫うことだけをに、まあ、意識がいくようにということで、ある程度その、まあ、折り合えるのは必要かなと。まあ、別にこれがなくてもできるっちゃできるんですけども、でついでに、まあ、ここで、まあ、ちょっと殴っておいて、余計縫いやすくするための部分ですね。まあ、やらないでも、まあ、いけるんですけど、やっぱりこう念のためというか、まあ、そういう、まあ、予防法としてやっています。で先ほど言いましたように、この裾から、まあ、左の裾から見始めるんですけども、ここからずっ と、右の裾の最後まで行くのに大体 1.8 メーター以上縫うんですね。でそれなんで何回も言ってるかっていうと、ここのところで下糸が、ボビンですね、ボビンにある下糸の量が少ないと途中で下糸がなくなってしまう場合があるんですね。でその時は、まあ、最低でもこの、センターの中心部分ですね、ここは最後に冠止めを打ちますんで、その冠止めで隠れる部分まで全部一心一心全部ほどいていきます。普通はここで、まあ、3つステッチを重ねれば、切れたところから、3つステッチですね、3ステッチ重ねると、まあ、ほどけることはないんですけども、でもやっぱり重なったところがあるっていうのがちょっと自分ではやっぱ気に入らないので、まあ、半分っていう、大体90センチぐらいほどいたりすることもあります。そして今これセンター映りましたけども、センターの縫い代が、前と後ろでずれてるように見えますが、これは実際はこれで正解なんです。で、まあ、ちょっと違和感はありましたけども、今日は、この辺で終わりたいと思います。今度は脇の部分の縫製に、なっています。今日も、ご視聴くださいましてありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。おお、なんかすごいぜ。でも、なんか最近気づいてんけど、皆さんこんにちはって言うとき、こっちの脇がオープニングってなる。そうなの？そう、皆さんこんにちは。ここになんかスイッチあんのかなみたいな。たけしみたいな。そうそうそう。